さあやっていきましょう。新企画新企画じゃないな、新企画ってわけでも息抜き企画だな。これはもうこんな日にはね、こんなゲームもやりたくなるんです。こんなゲームもやりたくなる。あ、どうもアザラシです。今日はこのゲーム、ザッツエンターテイメントスーパーマグネティックニューニューです。はい、皆さんご存知、スーパーマグネチックニューニューの実況で荒々しくやっていこうかなと思っております。スーパーマグネチックニューニューね、知ってる、知ってるよね、みんなね、みんな知ってるよね、スーパーマグネチックニューニューのことは。うわ、巨大ロボだ、やっつけちゃえ、ピンクロボ、やっつけちゃえ、ピンクロボ。この世界観、この世界観、ヤッターマンでは博士大変よ、まあ、幻のバンブーラーメン、ラーメンですね、胡椒が見える、ラーメンなんか食ってる場合じゃないわよ、ラーメンなんか食ってる場合じゃないわよ、また悪さしてんのよ、この世界観。つうことはニューニューを試すチャンスじゃな、ニューニューを試すチャンス、ソファーの後ろのボタンを押すのじゃ、シュピッとな、シュピッとな、ニューニューが悪いやつらをいてこまってきます。いてこま、どこ行くか分かってんの、この世界観。もうすでに視聴者、そして並びに俺も含めて置いてきぼり、おもむろにスタートしてるね。チュートリアルも何もないね。いきなり始まったけど、 A ボタンを押すと赤いのがこう出てくるね。なんか左下の、左下のゲージが多分 E と F だから、フルとエンプティだと思われる。同時押しはできない。上に、頭の上に N のマーク出てるから、多分 N 曲だ、ね、S、マグネチックって言ってるからな。 R ボタンを押すとダッシュする。このダッシュにイカバカに意味が。そして X ボタンを押すとジャンプする。 Y ボタンは何の反応もしない。ダッシュしたから何か意味あんのかな。ダッシュしてもジャンプ力増えてないような気がするんだが、増えてないね。そして細かく押し、刻んで押しても長く押してもあまりジャンプ力に違いがない。いやー、こいつは、この赤いやつと赤いやつだと跳ねるということだね。赤いやつと青いやつだと逆にくっつく。もう見てる方はね、何がここで行われているのかもはやもうわからんと。何が起こっているんでしょう、これは。助けてくれ、何なんだこれは。もう無視していってはいかんのか、これは。このコインとかスピード感が欲しいよね、セガのゲームっつったらね。ドリームキャストとはいえスピード感が欲しい。まあソニック張りのスピード感が欲しい。走っていきたいけど、倒す意味もあまりないよね、これはね。これに関して言えばね、 A ボタン押す、 A ボタン話す、 A ボタンじゃねえんだ、 A ボタンだってば。これセーブだな、セーブに見え、 C だよな、チェックって書いてあるな。これは変えか、触れると即死。ソニックよりも柔らかいな、こいつはな。マリオよりも透明に柔らかい。あー、しかし下の動物はかなり強いね。この磁場の何の影響を受けない。これ猫だったらジバニャンだよな。1アップ、軽く1アップするね。今もう1個アップしたね。ふわっとしてるね、ふわっとしたゲームだ。これで、これで何の意味、これに何の意味があるの。破裂するんだよな、なんか来る石。いけるのか、あっちの方まで。いけないか、意味を。
すると追ってきてるけど、ひたすら追ってきてるな。壊れた。多分こういう場合は、こういう場合は、なるほど。なんか取れんかったけどね。PP ってこのメモリーカード、パワーメモリーがいったような気がしたんだけど、気のせいではなく。倒せるか。倒した、倒したっぽい。ジャンプが効かない、ジャンプが効かないし、もう一回死ぬパターンだ。試されるな。落ちるしな、下ちゃんと普通に、普通に落ちる、普通に落ちるし、これ何なんだろう。いけるか。いけた、1アップも取れた。危ねえ。これでほうほうほう、一つのステージが長いね。そしてまた新手の生き物がいるな。磁場の影響受けない。踏めた。これもそうだわな。でも怖くないぞ、横いけるし。決して決して凶暴な生き物ではない、この花みたいなやつは。あのセブンティーンアイスの上のところと花く、あく触れると危険。うん、なんか教訓めいたものを感じるね。決してこちらから手を出さなければ安全、しかし踏みつけるのも大丈夫。しかし優しく触れようとすると攻撃されてしまう。教訓めいたものを感じる。何これは、ただ行くだけでいいの。襲ってこないけど、彼らは襲ってこないけど。慣れたもんよ。エクシット。ビンコメダルか、ビンコメダルか。掘り出し物のはないけど。Press any button. Let's go. ボーナスステージ。ボーナスステージとは、このコインとかを集める意味とかをとりあえずないまま、提示されないままやってるけど。おっと。いきなり、いきなりもうよくわからない世界がここに展開されていますけど。これでいいのか。エキサイト QTE のような感じになってますね。あぶ終わり。ゲットゼビー、プレス any ボタン、 A ボタンか B ボタンか。その青を見たらくっつけようと思ったら赤の A ボタンを押す。この繰り返し。Y ボタンでセーブができる。まあ、まだセーブはいいでしょう。まあ、9分ほどしか経ってない。これ4ステージとかで終わりかな。 B って書いてあるからちょっと不穏な感じがしてる。いや、いつ買ったんだろうな、スーパーマグネティックニューニュー。ちょっとやって、あ、おもんねえなって言ってやめたような気がする。安く売られてた気がするな。そしてな、取れたし、落ちても大丈夫だった。大丈夫ではない。
こんなところお見せできない。ああ普通に登れる。赤だから青で、ああ磁石の影響を受けそうだね。捕まえられた。はい、壊す。敵を倒すしたから何なんだろうな。うわもう今度は赤と青交互にな。すごい、もうこのビジュアルすごいもん。見たことないでしょこんなゲーム。皆さんこんなゲームが存在しているということ、やってる通りとしてはそれなりに面白い、うん、それなりに面白い。ただこれをずっとやるのはそれなり苦痛かもしれない。もしかしたら今のドクロ取ろうか。ドクロみたいなコイン、あれ取ったらなんか意味あんのかな。それもわからんけど、これをやって小物にこうこうね、向こうに運ばれてる途中に離すとその遠心力みたいなものによって飛ばされてしまう。これでくっつける。下がまだ怖いね。あそこを離すとちょうどタイミングよく離せばここか。ぬるっとね、ぬるっとして動きをするんですね。ちゃんと影の位置見て。銅メダル色、金色のやつは10個がいっぺんに。それまで分かった。これ壊せって言ってるような気がするな。いかにも倒せでした。走れー、走るボタンじゃなかった。登れるよね。あれ壊すよ、壊すとか殺すよって感じ。おいよっよっよっ。反射神経すごいいる。もう一回これでまた10枚65離す、取る、跳ねる、ダッシュする。水に落ちたら死ぬんですか。水に落ちたら死ぬんですね。これはあれですね、一種の悪魔の身の能力者と考えても良さそうだ。一種ジバジバの、ね、身を食べた悪魔の身の能力者でしょ。この青いやつはジバジバの身をね、ジバジバと言いやいいか、マグマグと言いやいいか、ジシャジシャと言いやいいか分かんない。むやみやたらに走ってはならない。続けますよ。しかし続けたら何なのかな。なるほど、ね、怖いし、なんか入っちゃった。なんだこれ、なんだここは。これは向こうから来たからこっち行ったらまずい気がするんだけど、とりあえず押してみるか。これなんだろう、これなんか運ばれてきてるな。これはあ、ウェルカムウェスタン、クエゲ、なんて書いてあった今。ハワイ未来、パオパオパーパオパオパーパオパオパオパークとかって書いてあった。ここ最初来たとこジャングル、次で話してみるか。とりあえずあ、いけない。
なるほどね。ステージ選択が斬新だもの。こっちこっちの声。ホームって書いてあるな。ホームとは。わからん。これは。これは一体何なんだろう。テレビ、セーブができる。出る、出た。こっちこっち。書いて出ただけ。声に誘われたいか。つい話しちまった。あれ？うるせえ、こっちこっち。赤でいいんだ、赤。ジャングルに戻らねば。これはちょっとどうだろうな、どうだろうな。あのシリーズ化は危険だと思う。このスーパーマグネチックニューニューに関してはシリーズ化は危険だと思う。やる方もそれなりにこう、やる方も見る方もそれなりに我慢を強いられるのではないかという。ここもね、いけないように見えて、この端っこならいけるみたいな。作りが雑じゃないんだよ。丁寧にむしろできている。捕まえてどうするのかと言ったらわからんもんな。これを、水の上に投げると。あれ、底なし沼的な？決してこれを使わなければいけないわけでもない。脇を行けばいける。斬新すぎる。散々今、ここをね、捕まって、あの、マグネットのやつに捕まっていかなくちゃいけないのかなと思ったけど、そうでもない。ハシビロコウみたいな鳥だな、これは。実はこのスーパーマグネチックニューニー、小さいのかもしれないね。さっき鳥方をなんかどうのこうの言ってたけど、もう一個、もう一回やってみますか。もういいミスったからもういい。これも多分あれなんだ。あつ、これ別に取らなくてもいいんだな。横をすり抜けていけば別に雲なくて。あれは何なんだろう。これ取ったから何かあんのかな。これもういいっす。横行こう。ここは滑って横を使えるわ。使えないと思ったら使っ、危険。人の道を外れた動きをするとこのような目に遭うというか、イレギュラーなものはこのような目に遭うという教訓めいた死に方でした。急ぎすぎると死ぬ。これもまた一つ教訓でした。死ぬ、死が近すぎる、このゲーム。死が。あまりにも、命が簡単に失われすぎる。大事に行こう。命を大事に。わからんもんね。もうわからんもん。どうすればいいか。もう分からんもんな。別に倒さなくてもいい。これは捕まえないとこれができない。こうできない。ほう。セーブ。A ボタン。難しいよ。それは。それは難しいよ。
たのに合わせて青じゃった。おしまい。